はい、皆さん、こんにちは。今回はですね、位相空間入門の連結の4回目ということで、えー、実数全体の集合 R がですね、連結であるということを証明してみたいなというふうに思います。え今までのね、連結の1回から3回目は、一般的な位相空間における連結の話、えー、連結の定理の証明などを行ってきましたけれども、一番身近なね、連結、連なって結ばれている、えー、存在である、えー、実数全体の集合というものが位相空間的に に考えても磯空間として考えた時にも連結になるということね証明してみたいなというふうに思いますさあねえー、一番その身近なあ数学的存在である実質全体の修行一体どんな特徴があるのかちょっとこれおさらいしてみたいなというふうに思いますまず順序体であること順序体とはどういうことかというと体であるね2つの演算があってそれぞれが群になっているとます、あえー、しかもまあ今回はか簡単ですよね、えー、まあはも和も和も,和もアーベル軍ですしね 席、まあ、も果敢ですね。AB イコール BA と。で、えー、さらにですね、そのらの体、えー、の弦同士がですね、えー、順序が決まっていると、全順序集合というものですね。体かつ全順序集合である集合のことを順序体と言います。で、2番目、えー、和咳の順序保存というものがありますと。でこのように、えー、和と席に関して順序保存しますよという存在 ですね存。存在というか、そうそういう性質を満たしますね。で、実はですね、この丸一丸二だけってはですね、えー、実質全体の集合 とイコールにはな,ならなないんですよねなぜかって言ったら、有利数全体の集合9も、この丸1と丸2を満たしちゃってるわけなんですね。だからもう一つ、えー、実数全体の集合を特徴づけるものとしてはですね、まさしくこの今日の連結と関係してくる、えー、連続性の行為というものを満たさなくちゃいけないわけですね。で、連続性の行為に関しても、私は、えー、の動画では結構上げてるんですけれども、まあ、興味がある方はね、見ていただきたいと思うんですけども、えーまあ、デデキンとの行為と呼ばれるもの、 え上限下限下の存在、まあ、これらそれぞれ一つ一つがですね、まあ連続性の氷でそれぞれ同値であるっていうこともね、えー、以前証明しましたし。証明を紹介しました。えー、もう一回言いますね。出てギントの氷為、えー、上限下限の存在、区間縮小法の原理プラスアルキメデスのてん点々点々と。まあ中にはですね、平均値の定理なんていうものも実は連続性の氷 とまあ、同値であるとということを、ねまあ、証明などもしましたけれども、はい、で今回はですねこの上限下限の存在、まあ、上限の存在を使ってですね、えー、実数全体の集合が連結であるということを証明していきます。はい で、そうですね、1、2だけだと、ユリス全体の集合も満たすんだけど、この3に関しては、ユリス全体の集合は満たさない。この3つの性質を満たすような集合はですね、この R と、実数全体の集合と同型になるということが知られています。順序同型になるということが知られています。さあ、 えね、連結であることを証明するんですけれども連結というのは位相空間の言葉なので当然 R にも、ね、位相が入っている位相空間として考える、えー、それは距離空間の、ね、位相と考えるのが一番自然ですよね R 2の2の2弦 XY っていうものを取ってきた時にこの X と Y との距離をですね X と Y との差の絶対値で取るというおなじみの、えー、距離でこの距離 えー、距離でこれ、これはだから距離の項を満たす、えー、三角不等式が成り立つわけですから、えー、これでこの距離で、えー、R と D でね、えー、位相空間になるよと。まあ距離空間になる。なる距離空間ということは位相空間ということですね。だからこの、えー、位相を使ってですね、えー、連結であるということを証明します。でまあ、えー、そうですね、まあ距離空間なんですけども、まあ、別の言い方をすると、例えばこの場合で A と B、異なる2点 A と B。 の、え、回間 AB で生成される位相とこの距離空間の位相は一致しますよね。まあ、えー、こういうような回区間っていうもの全体を考えて、それらのユニオン、和集合を考えると、それで位相がね、すべての位相がそのような表現をされ、そのような表現で作ることができる。まあ、だからこの AB は位相のベース、規定であるということも、え、以前やりました。まあ、そういう表現も、あの、使いますよ。 この回復間 AB 全体の集合っていうものが、えー、この距離、えー、空間による位相を生成してるんだつまりこの回復感 AB 全体の集合っていうのは、えー、この位相空間の規定になってるんだそんな言い方もしましたねでですね、まあえー、まあちょっと次は余談なんですけれどもこの位相において、えー、実数全体の集合は連結になるよということを証明するわけですねというのもですね、まあ 位相の入れ方はね、えー、いっぱいあるというか、たくさんあるわけですね。それこそ、だから、えー、連結にならないような位相などというものも入れることができて、それは別に、あのー、今回しないんですけど、あの意味がないでね、意味がないというのは、だから、これが一番自然な位相なわけですね。自然な位相に、えー、従って考えると、連結であるということを証明する。 証明でできるとということですねで実は以前これもやったんですけども、ゾルゲンフライ位相というものがあります。えー、これちょっと興味ある方、えーと、概要欄にリンクを貼っておきますので見ていただきたいんですけども、これっていうのはですね、半回区間 AB で生成される位相で、えー、この位相が入った実数直線のことをゾルゲンフライ直線と呼ぶんですけども、実はこれってですね、えー、このような 位相ですこのような位相を考えた時にゾルゲンフライ位相を実数全体の集合に入れた時にですね実数全体の集合っていうものは連結ではないんですね。ゾルゲンフライ位相のことを「まあ、ゾルゲン」さんって「ゾ」だけども名前の頭文字が「S」なんで「OS」っていうふうにするとですねこの ROS ゾルゲンフライ位相を入れた直線ゾルゲンフライ直線はですね非連結になるということが簡単に分かりますね。 これ、えーね、自然な位相として距離空間の位相項に定義し,、えー、したんですけれども違いはたった一つ B が、えー、含まれるかふ含まれないか含まれるかそれだけの違いがないんだけどそれだけの違いしかないんですけれども、えー、まあこれ形からね見ての通りにですね、えー、こ,このような、えー、ごめんなさい。 こうで,す、ねでえー、こ,こ,ここの A とマイナス無限大、えー、これと、えー、プラス無限大でこの例えばこれを A これを B とするとですねこれ A っていうのはこの、えー、半解か AB によって生成される、えー、回収号の一つになるわけで,で B っていうのもこの、えー、A から、えー、プラス無限大っていうのもこれも一つの ゾルゲンフライにおける回収語になるので、なんと R がですね、えー、非連結になってしまうというね、うん、この、えー、ゾルゲンフライ依存。で、違いは B が入っているか入っていないか。ね、これだけですね。 とんでもない違いを生み出してしまうなんていうお話を以前しましたので、えー、見ていただけたらなというふうに思いますさあじゃあ早速ですねまあこれは余談なんで、えー、早速実、えー、数空間っていうものが連結であるということを証明していきたいなというふうに思いますさあ、えー、RD ね、えー、不自然な位相において連結であるということを証明しますだから、えー、連結であるということはですね、えー、連結 非連結ではないということなんで証明方法としてはですねえー、至ってシンプルに非連結だと仮定して、えー、そこから矛盾を導くというね入り法に持っていくわけですよねで、えー、非連結ってのはどういうことかっていうとですねまあちょっと復習がてらによるい、えー、定義を書いてみますと A1A2 というものがありますで実はちょっとここで一、えー、注意しておくのはですね えー、次のような性質を満たすような回集合が存在するっていうことが非連結だったんですけども実はこれは別に回集合じゃなくて平集合でも OK、えー、これはクルオープンな回でもあり空でもありあごめんなさい回でもあり平でもありというね、えー、集合なんで今回はですね、えー、この A1A2 次のような性質を満たすような平集合を取ります。 どんな平集合かというとですね、R がですね、A1 と A2 の和集合として表されますねと。で、A1 と A2 っていうものは空集合ですねと。だからさっきのね、これですよ。ちょっと早かったかな。 この A と B、ゾルゲンフライ直線に、ゾルゲンフライ直線における A と B っていうのは、A と B のユニオンが R になっていて、A と B のインターセクションが空になってる。で、あと最後ね、まだ書いてなかったんですけど、3番目、この A も B もですね、えー、空集合じゃないよっていう条件があれば、非連結なんで、非連結の定義を満たしちゃうんですね、このゾルゲンフライ位相、えー、に、位相だとね、はい。さあ、段を。 のお話をしてししてままいましたで、A1 が空集合じゃなくて A2 が空集合でもないよと。えっ、ー、と、このような平、えー、集合もしくは回集合を持つときに、えー、R は非連結だということになりますね。まあ、これは定義ですね。で、まあ、どっちでもいいんで、今日は平集合の方が都合がいいので、えー、そう,うね、都合がいいね。都合がいいというか、利用できる、うん、性質が、えー、 いいっぱいあるので今回ね集にしますとでこの時にじゃあここから議論が始まるんですけども A1 とスモール A1 っていうのを A1 から取りスモール A2 っていうのを LargeA2、まあ、から2点を取りましょうとでこの時に特に A1 と A2 っていうものの順序関係このように入れときます。とまあ、このように入れといても一般性をまあ失わないっていうことですね。 さあだからまあ非連結なんで、まあえー、A1 というものがです、ねえー、と実数直線がですね A1 というものと、まあ、A2 というものにね、えー、2つのインターセクションが空であるもので、えー、実数直線が覆われてしまったと仮定するわけですね、まあ、この赤のところを A1 としましょうね、まあ、図に書くとまあこんな調子ですね ただまあ、えっ、ー、とね、綺麗に、綺麗にこっちからこっち、こっちからこっちって分かれてるわけでもないので、例えばまあこんな風になってるかもしれないですね。ここも A1 と。で、この時に、えっ、ー、とですね、small A1 という A1 の弦と small A2 という ラ、えージ A2 の弦を取って順序関係が、まあ、こういうようにしたとしても、まあ、取ったとしても別に一般性を失わないので、まあ、このように仮定させていただくということですねでこれですね B という集合を、えー、作りますどういうものかというとですね A1 と、えー、インターセクションを取るんですけどマイナス無限大 A2 ということですねだからそうですね、えー、色どうしようかな まあ、A2 は含まないで、こっからここまでの、こっからマイナスの現代まで行くの、この回駆間と A1 とのインターセクションということですね。で、このように B という、ね、集合を取ると、これはまあ見ての通り、上に誘拐と。で、これ上に誘拐なんで、先ほどの連続性の考慮を 使いますここでまあ連続性の考慮を使うわけですね使うわけですね、まあ、どんな連続性の考慮を使うかというと上に愉快な集合は上限を持つというもこれ上に愉快ですよねちょっと書いておきますね上に愉快な 集合は、A、上限を持つとまあもう少しね分かりやすく言うと上階の最,最小値を持つということですね上限というのは何かというと上階の最小値上階というのはこの場合だと B より大きい、えー、全ての弦ですね B という集合 えー、B という集合より大きい全ての弦の、えー、最小値を持つよというのが連続性の行為ですね上限というものの説明がこれですね上界の最小値ということになりますとするとですね上界の最小値を持つわけだから C というね実数値が 定義さされれれてそれはままあスープ b というふうふに表されますねでこの性質としてですねこのスモール c の性質としてどんなものがあるかといったらどんな性質を持つかっていったらば、えー、上階の最小値なんで2のイプシロンに対して、えー、ここからちょっとでも引いてあげたらばですね、えー、Rx っていうね、えー、この場合だから b の弦が存在しますよ。 は A1 かつになってんで、B で b の弦でもあるんだけど、ま A1 の弦になってるところですよね。これはだから B、A、の X、モール x は B の弦でもあるし、A1 の元でもある。で、これちょっとね、えー、誤解な、ちょっとしたと表記がですね、えー、ちょっと違っちゃうんだけども、これもう、うそうだな、こういう風に書こうかな。 ロ y に対して rx っていうものが y に依存した x っていうものが取れますよとでそれはどういうものかっていったら c 以下のものですねこれがだから、えー、上階の最小値という意味で、えー、連続性の氷理から導ける性質、うん、ですねでこれを使うとですね、えー、こういうことですよねこの c ここだから c ですね C っていうものが上界の最小値が存在するよということが、えー、連続性の氷からこの C っていうのが言えましたよと、うん、でちょっとでも C よりちょっとでもイプシロン引いちゃうと X っていうねそこのイプシロンに依存する、うん、X っていう A の弦が A1 の弦が取れますよということですねということはどういうことかというとですねイプシロンボール うん、まあ、回駆感、これは単なる回駆感なんだけども、エ、えーね、イプシロンボールと、a 1との、えー、だからこれ、イプシロン、どん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 、うん、これだから、まあこう、こういうことなんですけどね。まあ、より一般的な表現で、イプシロンボールという表現をしましたけども、えー、この回駆感 C マイナスイプシロン、えー、C プラスイプシロンと、a 1との、 インターセクションを考えるとこれ常に空じゃないわけですよね。うん、このような x っていうのがどんなイプシロンに対しても、えー、a1 に属するような点 x を取れるということ。でこれはどういうことかって言ったらば、えー、と c っていうのは a1 の、えー、平方 a1 を,を,を含む最小の 平集合にでこれっていうのは結局 A1 っていうのはクローズドセットに取ったから A1 の平方 A1 のクロージャーというものは A1 ですねということで結局これが言えましたね。small c っていうもの上階の最小値スープ b である c っていうもの small c っていうものが A1、えー、に属するよっていうことが言えちゃったとでも、えーね、A1 に属してるってことは言えちゃったんだけれどもかたやですねかたやですねそれが言えたってことはかたや今、えー、左側の方に注目したんですけれども右側に注目するとですね、えー、この緑である C っていうのは、えー、必ず こっち側の方、こっち側のイプシロン金棒に C のイプシロン金棒というのは A2、えー、に属してるわけですよね。ということで、えー、だから B の C の、えー、イプシロンと A2 というのは空襲語じゃないよと。こういうことですね。C えー、これって何かこのイプシロンボール何かっていったらば c マイ,イプシロンと C プラスイプシロンの間のこの回区間ですよね。 これって結局より C っていうのは A2 の平方のに含まれるっていうこともが言えてですね結局 A2 っていうものはクローズドセット平集合だったっていうことから先ほどと同じ理屈でですね A2 の平方っていうのは A2 を含む 含んでいる最小の平集語なんだから結局同じだ自分自身だっていうことになって、えー、と C っていうものは A2 にも含まれちゃってるよということになってよってですね A1 と A2 のインターセクションって空じゃなくなっちゃってるなぜかっていうと今 C っていうものが A1 と A2 両方に含まれてるんだから。 としたらばですね、これはですね、矛盾ですね。どこに矛盾してるかって言ったら、ここの丸2番、非連結であるということを仮定して、えー、当然この,この状況を満たさなくちゃいけないのに、えー、違う結果が出ちゃったら。えー、空じゃなくてくあー空,空であるという仮定のもとで、A1 と A2 のインターセクションが空じゃないという結論になって、えー、矛盾ですね、と。矛盾を生じました、と。 ゆえに、ー、R は、えー、このね、えー、距離空間の一層に関して、えー、連結であると連なって結ばれてるよということが言えましたということですね。はいこういうふうにして、えー、実数全体の集合が連結であるということを証明します。はいえー、見てていいたただきままししありがとうございました